こんばんばはあ,あの、気になることがあってほ<う>シャローイングってあったじゃないですか流行ったね2年か3年前ぐらいもうめちゃくちゃ流行ったと思うんですけどはい、まあ、最近めちゃくちゃ効かないじゃないですか流行りだね流行りっすか流行ったね、流行ったけど流行りは終わるから僕もやったんですよ、うん、シャンク止まらなくなって、はあ、アイアンがなるほど ドライバーもなんか飛んでんだかわかんないみたいなうん一発は飛ぶようになった気がするんですけどただトータルで飛ばなくなったなっていう気がして結局どうなのシャローイング理論インタワキンみたいなシャローイングは入れた方がいいっしょあ入れた方がいいっすか結論言うとはいただちゃんと入れないと、はい、ちゃんとそのシャンクになるっすよ僕もシャローイング試したことあって僕どっちかと,いうとシャフト立つタイプなんで うん、やってみることあるんですよ。はい、それはね、例えばマシュールフみたいな極端な人とかはあんな分かりやすいじゃん、めちゃくちゃこう入れと言いてこうダウンでこれぐらい寝かすみたいな、うん、でもそういうの省きたい人はもうそもそもレイドフにしておいて、もう下ろせばシャローイングっていうか、この状態になる人もいるし、うん、結局、シャフトそんな立ってる人っていないわけよ、こんな,こんな人は、上手、はい、い人で、やっぱりある程度こうシャフトが斜めになる。 動きただアマチュアの人はもうこういう人多いからもうこう入れた方がいいでしょっていう、はい、まあプロはこうなってますよっていうことです結局じゃあどうやってこの角度にすんのってなった時に、はい、そのシャンク出たとかって言ったじゃんそれはやっぱりフェース開いてるわけじゃん寝せることによって、はい、こう寝せようと思ってフェースが開いてる起きてそこから多分戻せないですねけどこれ何が起きてるかっていうと、はい、う手首なんですよ やっぱりシャフトを寝せようと思ってこれがね、お折れてちゃだめなんですよ手首がちょっとでもこれフェースが開くわけだから、はい、寝せた時にもやっぱこうなってなきゃダメなんですよ要は昇すかまっすぐどっちか、はい、こうやって寝せるのは難しいんですよ、はい、だ寝そうと思うとやっぱこうやって楽しちゃうんですよえそうなってたのかな絶対絶対フェイス開くこうやって、はい 寝せ,るんだった寝せるは寝せるんだけどここを寝せなきゃダメだめなんですよ、うんこう、これが1つです、はい、でそれとリンクするかのように一番大事なのは右肘なんですよ、はい、右肘がどう動くかで全てが変わるんですよ少なくともバックスイングしてダウンスイングの時ののがこの右のお腹の前よりも前に来ないゃだめなんですよ これぐらい前に来なきゃダメなんですよ。もっと細かいこと言うと、バックスイングの時に、この肘がお尻よりも前になきゃダメです。はい、これがお尻と同じ位置だと、シャロウイングなかなか難しいです。うんうん、だってもうダウンスイングでこう入ってくるから、下半身はさ。もうどん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 ,どん後ろに行く。肘が。はい、位置関係がずれるから、シャフト立つんですよ。トップで、お尻よりも肘が前にある状態を作って、 絶対ににお尻よりもお尻に行かないことです常に肘が前に来ることですこうなってくると手首も丸まってきてシャロイングになるんですよでここを寝すよう寝すようって思ったってこうなったら意味ないですよ、はい、もうお腹よりも肘を前に持ってこないとシャロイングとは成り立たないですよ ででここでなジージースイングはなんかこの左の膝こう割れとかってこうなってるじゃんあははい、はい。こう割るとさお尻がこう前に、こっちに出てくるんですよこうやって。はい、だから肘がここに入れやすくなるんですよ、はい、肘が腰がこうなってると後ろに来ちゃうからそうですねそれ意味なんですよちょっとこうジージースイングなんかちょっと後ろにこうやってさこっからどっちかというともう右に戻るのをあるじゃんこうやってこう割ってこう そうするとお尻がこうこっち側に出てくるから肘ここに入れやすいっていう。っていうことになっててシャロウイングだって言ってるんだけど、はい、それ,あれはもうすごいすごい極端な動きやそれをもうちょっとシンプルにいくと肘をここに持ってこなきゃいけないんですよお腹の前にお腹の前に肘を前に持ってくると その手,手もちょっとこう丸まってくるんですよそうするとフェースは開かない閉じる結果、寝るっていうことです、うん、寝せるって思うとフェース開くから、はい。肘を前に持ってくるって思うと結果、ね、シャフトが寝て手首が丸まってシャフ,トがフェンドが開かなくなるんですだから意識は肘右の肘だけでいいんですよ でききそうな気してきましてまた。僕もあんまりできないんだけど言っても <laughs> あんまりや,やんなかったけどね <laughs> あやんなかったかやったけどそんなにずっとやんなかったとにかく右の肘を絞りながら前に持ってくるんです。前にこの1点、うん、1> で結局トップでしまってる人が多いからプロはこうやってさ、はい、そのまま降りてくればこのシャロイングの感じになってる勝手になるってことですねアマチュアの人が開くわけだからさ それをここまでで持ってよよほどの動きなわけすだから一番いいのはトップで締めとけばここに入りやすくなるっていう、はい、極端にマシュールみたいに開けといて締めるってのも当然あるし、うん、フレッドカプロスみたいにさこうやって開くんだけどここでシュッと締まってきてるんですよ、うん、結果的にダウンスイングみんなここに入ってきてるんですよ、はい、それがオーバーになるとシャローイングしてるように見えるしトップのまま下ろしても 要はシャドウイングの形になってるしということなんでワンピースなスイング目指すんだったらトップで締めておくとレイドオフになってそのまま下ろせばこの位置になるしこれはもう完全に肘がおなかより前に来てるから、うん、一番枚ぐらいのはこう、うん、体の後ろに肘がいっちゃうこれがシャクト立つんですよ、はい、でこの状態でシャクト頑張って寝せようとしたらフェース開くから、はい、全然シャクトは寝てるけど肘が体の後ろにあるっていう、うん、もうこの状態 まあなですただ単に寝せるんじゃないと、肘をしん意識するだけでシャロウイングというものが少し体に取り入れられて体幹もできていい方向に向かうと思いますよ。やっぱいきなりやるとつかまりますね、やっぱねまあ、そのスイングタイプ締めとくのか開けておいて入れるのかはもう自由です。 常にひ肘をお腹よりも前にあるねうイメージこう常にアドレスのときはもう肘ってお腹よりも前にあるわけだから、はい、それがこういって常にこの位置関係が崩れなければシャロイングになるんですで一回こう後ろに持ってきても持ってくればシャロイングになるんですあでもいい感じのときはおなよりも前に肘を前に持ってきて <laughs>、はい。 いい,んじゃないこれ分厚くなってきたよほらい,やいい球すすみませんこれ入れる僕え取り入れるわあれ今めちゃくちゃ良かった感じつかんだわまさかのこの感じねあ,あれから23年経ってますけどうんあんまり考えなかったんですよ今やってみたらいいわなのでシャローイングになって気持ちよかったです分厚かったもんインパクトは確かにいい球でしたねはい良かったです シャロウイングは右肘っということを皆さん今回、理解していただいて右肘のポジションを常に意識して開け手を持ってくる最初から前でもいいしそうすると体の正面から肘が外れずにシャロウイングになったとっいうことになりますのでも僕も今喋っていて結論になったわいい動画に感じましたシャロウイングは右肘っということを今回知っていただいてシャロウイングを少し取り入れていただけたらと思いますそれではまた取っていきましょうね